アンリ2世は、シャンパーニュ博。1192年から1197年まで、エルサレム女王イザベル1世の夫として、エルサレム王アンリ1世とされたが、彼自身がこの称号を用いたことはない。シャンパーニュ博アンリ1世と、妻マリードフランスの長男として生まれた。父方のおばは、フランス王妃アデルド・シャンパーニュ、母方の祖父母はルイ7世とアリエノール・ダキテーヌである。 1171年、アンリは、エノー・ハクボード・アン・5世の娘イザベルド・エノーと、婚約した。しかし、イザベルの父親が婚約を保護にし、アンリの母方のおじにあたるフランス王フィリップ2世と、結婚させたため、父アンリ1世を含めブロワ家の一族は、この件に起こる。この時期、王太后アデルが、王妃イザベルと敵対する派閥を作ったため、フランス宮廷で緊張が増していた。 1181年にアンリ1世が死去し、アンリ2世が家督を相続したが、年少のため母マリーが1187年まで、摂政を務めた。アンリ2世が、もし帰還に失敗した場合、弟のティボーがシャンパーニュ博の後継者となることを、シャンパーニュの男爵たちに認めさせた後、1190年にアンリ2世は東方へ向かった。彼はフィリップ2世と、 イングランド王リチャード一世が主導する第三回十字軍に参加したのである。当初、彼はフィリップ二世到着前には、法医戦におけるフランス側狩領の一人だった。彼は、エルサレム女王イザベル一世の拉致に関与したグループの一人と言われている。イザベルは、コンラード、デルモンフェラートと結婚するため、当時の夫トロン領主オンフロア四世から離婚の同意を得たかったのである。 アンリ二世は母方の祖父母を通じてコンラードと親戚の間柄であった。その後の遠征でアンリ二世はリチャード一世に忠誠を誓うようになった。1192年、リチャード一世はアンリ二世を自らの代理としてアッコからティールへ送った。エルサレム王にコンラード、デルモンフェッラーとを選出するよう通知するためである。 アンリ二世はその後アッコへ戻った。それから、ほんの数日後、コンラードは暗殺教団に殺害された。アンリ二世は2日後にティールへ戻った。表向きはコンラードの退官式の整理のためだったが、コンラードの葬儀があらかじめ準備されていたことが判明した。アンリ二世はすぐに未亡人になったばかりで妊娠中のイザベル一世と婚約した。二人は、 コンラードの死からわずか8日後に結婚した。二人の結婚はいくつかの年代記でロマンティックに彩られている。イザベルは、暴風、コンラードより20歳以上年下のアンリ2世の肉体的魅力に惹かれて彼に結婚を打診したのである。結婚当時、彼女はコンラードの好みを持っていた。結婚は一部から終分にまみれたものだと考えられていたが、 彼女が王国を守るため新たな夫を得ることは政治的に非常に重要だった。また、アンジューイー側から支持されるイザベルとカペー家から支持されるアンリニセイの結婚は両派閥の敵対関係を終わらせることにもなった。プランタジネット家から支持を受けていたギード・リュジニャンはリチャード・イッセイがアンリニセイ支持に回ったためエルサレム王位請求を諦め代償としてキプロスを獲得した。 アンデ二世とイザベルの間には、マリー、アリックスとフィリッパの三女が生まれた。1197年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世は、サラディンの死後愛勇部長を分裂させかねない、継承闘争につけ込んでエルサレムを奪還しようと、聖地遠征を決めた。1197年8月、ドイツからの最初の遠征隊がアッコンに上陸した。ところが、指揮系統のない騎士たちは、 市内で略奪を働いた。彼らは準備が整わない状態でガリラ屋に送られるが、過労うじて惨事は免れた。一方、エジプトのスルタンアルイコールアーディルはヤッファを放置して陥落させた。9月10日、アンリ2世は救援軍派遣を命じるが、アッコンにある自らの宮殿の1階の窓から転落して死亡した。死因は異なる写本ごとに様々な説がある。 大半は窓の格子またはバルコニーに彼が寄りかかったために転落したとしている。スカーレットという名の小人の召使いもアンリ二世のぶら下がった袖を掴んで助けようとして落ちた。彼は上背があり狂犬な王を引き上げるには体重が軽すぎたのである。別の話ではアンリ二世がパレードを窓から見ていたことを示唆している。その時、 ピサ共和国の一行が部屋に入ってきた。彼らを歓迎するため向きを変えると、彼は後方に足を踏み外し、バランスを失ってしまったという。どんな正確な状況であろうと、アンリ二世は明らかに殺害された。大腿骨を骨折したメシいカイは、外部に危機を知らせたが、その後彼は怪我のため、命を落とした。アンリ二世の死後、未亡人となったイーザベルはすぐに再婚した。 4人目の夫はキプロス王、エメリード・リュジニャンであった。アンリ2世の財産の相続人は長女のアリックスで、彼女は母の再婚相手の子であるユーグと結婚した。アリックスの子孫が姉系シャンパーニュ博請求者である。アンリ2世はシャンパーニュ博領にいくつか問題を残した。彼はエルサレムへの遠征と自らの結婚の資金調達のため多額の金を、 借りていた。そしてシャンパーニュ博位継承は彼の二人の娘たちの間で争われることになった。1213年、アンリ二世の老いである、シャンパーニュ博ボー四世の支持者たちは、イザベル一世と最初の夫、フロア四世との結婚無効は、効力がないと、強行施設に対して主張した。彼らの主張通りであるとすれば、アリックスとフィリッパは諸子であることになる。 しかし、このことは疑わしい。コンラードとイザベルの子、マリーの正当性と、マリーの子孫がエルサレム王位を継承する権利は誰からも変えられることはなかった。マリーが着手であるならば、アンリ二世との間にイザベルが設けた娘たちも同様であった。ティボー四世は、最終的に、アリックスとフィリッパの両方を、かなりの経費をかけば哀愁しなければならなかった。 エルサレム城イザベル一世との間に参上を設けた。ありがとうございます。